マノッチです。よろしくお願いします。前回の続きからね、やっていきます。折り紙殺人鬼がマーフレットを殺したってこと？理にかなうだろう。話されちゃまずいことがあったんだ。ゴーディ・クレイマーを疑ってるんでしょ？奴か奴の手下か。奴には時間も手段もある。しかも奴は性格も異常と来てる。容疑者に過ぎないが、かなり怪しいと思わないか？これ全部今回の？ああ、もう2年もこのケースを調べてる。資料も随分溜まったな。折り紙の雑誌か。犯人はこういう雑誌を定期購読してたのかしら？ここ30年以内に少しでも興味を持ってたなら、名前が載ってる可能性はあるな。問題は500人以上の名前が載ってるってことだ。お腹空いた。食べるものある？シェフじゃないけど、スクランブルエッグぐらいなら作れるよ。ありがとう。私びしょ濡れだし、温まりたいんだけど、シャワー使ってもいい？いいよ。どうぞ。隣の寝室にある。シャワーを浴びている間に作っておくよ。なんつうか、こう変わった冷蔵庫だな。向こうの冷蔵庫ってこんなもんなのかな。なんか横に卵ポケットみたいなのはないんだね。スクランブルエッグか。これいつまでやるんだ。もう出来上がってんじゃない。ほぼほぼ生の状態で出してやろうぜ。はい、出来上がり。まずそうだな。できたよ。あなたのバスローブ勝手に借りたわよ。君の方が似合うな。生は苦手なの。言っておけばよかったわね。悪いな、料理はそんなに得意じゃないんだ。いいのよ。それはマーフレットの店から持ってきたノートよ。これによると、ここ10年でロイヤルの部品を買った客は約30人ね。その中に犯人がいるかも。だがな、30人全員のアリバイを確認するとなると、相当面倒だぞ。だったら、両方のリストを照合すればいいんじゃない？折り紙雑誌の定期購読者リストと、リストあるんでしょ？ああ、ローレ、待て。やっぱ生ダメだったみたいだね。結局食べないからね。もし犯人がロイヤルタイプライターを使ってて折り紙雑誌を購読していれば、両方のリストに名前があるはずよ。なるほど。ローレン、推測に過ぎないが、そういうことになるな。ここに名前があるはずよ。ねえ、犯人を見つけましょう。見つかったのかな。
この二人できるな。両方のリストに載ってた男は10歳の時に死んでいたんだぞ。どうするんだ。墓掘り起こして確かめるのか。こうは考えられないかしら。犯人が彼の名前を使ってたとか。だがなぜ30年前に死んだ子供の名前を。それを確かめるために来たのよ。名前はジョン・シェパード。近くにお墓があるはずよ。まったく執念深いな。今なんか女の人いたよね。気持ち悪かったね。ジョン・シェパードの墓を探すとするか。寒いし雨だし外でびしょ濡れだ。これだからこの仕事はやめられないね。本来ならゴーディ・クレーマーの調査をするところが雨の中30年前に死んだ子供の墓探しか。こっから探し出すっていうの。手がかりがあると確信してるな。俺にとっちゃこんな墓場にいるのは時間の無駄だ。すみません、30年前に亡くなった男の子のお墓を探してるんですが、ジョン・シェパードっていう、どこにあるか知りませんか。子供のお墓は隣の区画よ。どうも。墓地は嫌いだ。暗い気持ちにさせられる。隣の区画よって言われてもね、難しい。わかんない。相当決心が固いみたいだ。説得しても無駄だな。スコット、どこ行くの。ジョンのお墓はこの辺のはずよ。はい、すいません。墓地では大声出すなって言われなかったか。平気よ、死体しかないんだから。こっちですね。すいません。大したもんだ。まったく相当決心が固いみたいだ。帰るってあるけど。早く墓を見つければそれだけ早くここから帰れる。もうあれだよ。マジ探すの。こっから探すの。この矢印が出ないことにはね。子供の区、あ、ここか。ここの区側にあるんだな。ジェリーなんちゃら、とりあえず違うな。ん、何だっけ、何探すんだっけ。俺ジョーン・ブラウンだっけ。何だっけ。やっぱりな。ジョン・S・シェパード、ここに眠る。うん、花がまだ新しい。誰かが墓の手入れをしているみたいだ。この花は何の花だろう。これは折り紙でしょ。これは折り紙だな。偶然にしては出来すぎね。かわいそうでな、そのジョンって子は。ジョンをご存知で。わしはずっとここで働いてきた。よく覚えとる。あれは77年の10月だったか。すごいな、いきなり来て思い出話を始めるじいさん、すごいね。使えねえガキどもが。こっから出てけやれ。うるせろ、ほら行け。てめえら目障りなんだよ。ママが帰ってきたら呼んでやる。それまで入ってくんじゃ。また酔っ払ってる。どうしようか、雨降ってるし。外で遊んだらびしょ濡れになっちゃうよ。ぶたれないだけマシだよ。雨くらいどうってことないって。行こう、何かしようよ。捕まえてみろよ。俺がこの子を動かすの。ジョンの言う通りだ。ずっとここにいてもつまんないし、遊びに行こうっと。ママはしばらく仕事から戻ってこない。ママがいたらあいつだって僕たちのこと可愛がるのに。あいつに八つ当たりされるよりは雨の中にいた方がマシだよ。ジョンがあそこで僕を待ってくれてる。
追いつかなきゃ。建設現場に誰もいない、最高の遊び場だ。ワクワクするね、これはね。ジョンは早すぎだよ、絶対待ってくれないんだから。お前ほんとグズだな。うるせえ。ふぅ、すごい。これお前にできるか。さっさとしろよ、待ちくたびれた。やれやれ、お前ほんとグズだな。やれやれ、お前ほんとグズだな。何回言うんだよ。来いよ、弱虫。何してんだ、来ねえのかよ。こんなやつ友達いいのか。結構嫌なやつだぞ。危ない、これは危ない。遊びとしては友達選んだ方がいいぞ。ここを降りてったのかな。どこだ。痛い。やっほー、勇気あるな。できないなら無理して真似しなくてもいいぞ。まさか、ちゃんとできるよ、見てて。嫌な予感がするね。なんかないよ、こんなの簡単さ。おお、ちょっと俺にやらせるのこれを。絶対落ちる。うまくない俺。来いよ、お前の番だぞ。
なんかない。ジョンができるなら僕だって。うわ、嘘だろ。首が折れちゃうかもしれないよ。ギリギリじゃん。行くぞ、死のジャンプだ。寂しいだね、これね。じゃじゃーん。じゃじゃんじゃないよ。しようぜ。まずお前が20数えろ。そしたら僕を探す。いいな。1、2、3、4、5、6、7、11、18、15、19、20。ずるしてやったぜ。助けて。え？助けて。どっから？どっから、どっから声してる？この鳴き声、ジョンの声だ。よく耳を傾けて、声のする方に行こう。助けて。声でかくなってる。助けて。ジョン。助けて。近いんだよ。助けて。からかってるんだな。後悔させてやる。あ、いた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 。何してんの。助けて。足が何かに挟まってる。捕まって。引っ張るよ。だが、助けは来なかったそうだ。そして、雨水いっぱいのパイプで溺れたんだ。生き残った子はどうなったの？両親から引き離されたということしか知らん。養子に出されたはずだ。おや、嵐が来るな。うちに帰った方が良さそうだ。ほんと、ひどい話ね。ジョン・シェパードは弟の手を握りしめながら溺れ死んだのね。ひょっとして彼が折り紙殺人鬼なのかしら。行こう、車に戻ろう。まあ、残された子供が折り紙殺人鬼っていうのはあるいるよね。白人だったもんね。で、30年前の話でしょ。今の FBI のプロファイリングだと結構ビシッとハマるよね。残された子供が。待て。どうしたの。あそこにいる男、
それが？チャールズ・クレイマーだ。ゴーディの父親？何してるのかしら。ジョン・シェパードの墓に花を供えている。え、ここで終わり？そう、まあやめちゃうけどね。いいとこでやめちゃうよ。なんかな、あれだな、折り紙殺人鬼っぽいやつが増えてきたな。まあ一人なのかな、単独犯なのかな。単独犯だろうな。これ進むルートによって犯人変わったりしちゃうのかね。とりあえずやめるよ俺は。はい、ということで、今回はここで終わりましょう。続きはまた明日。はい、終わります。バイバイ。